せいぜいやりやり。クローシェ様は一体どこにいるんだろう。クローシェ様、こんなところに。ちょっとあなた。ひどいじゃないですか、急に叩くなんて。ひどいのはあなたよ。勝手に人の世界に侵入してきて、どうしてあなたがここにいるのよ。いや、どうしてと言われましても、ライブをしているからここにいるのですが。もう、なんでこんな姿を、こんな男に見られなければならないのかしら。すごい屈辱的だ。いえ、似合ってますよ、その袴。そういう意味じゃないの。袴が似合うとか似合わないとか、そういう表面的な話をしてるわけじゃないのよ。どういう意味です？とにかく、私のことを本当に大切に思っているなら、もうこれ以上入ってこないで。今すぐ出て行って。二度とここに来ないで。私の見える範囲にいないで。そうですか。あれれ、また揉め事ですか。毎日いろいろ大変ですね、大小食堂の雇われ店長さん。大小食堂雇われ店長？ルカ、神聖モダン亭さんには関係ありませんわ。お引き取りください。関係なくないよ。ここうちのレストランの前なんですから、お客様に迷惑です。食堂とかレストランとか一体どうなってるんだ。お客様、大変申し訳ございません。うちの商店街の不良店舗が何かしでかしたようで。どこが不良店舗よ。ですがお客様、この商店街で不良店舗は大小食堂ただ一軒のみ。ぜひお口直しに当店神聖モダン亭へいらしてください。サービス、美味しさ、量、どれをとってもご満足いただけますよ。ちょっとあなた、何勝手に呼び込んでるのよ。あら、別に大小食堂さんのお客様ではないんでしょう。それならうちのお料理をご賞味いただこうかと思って。何せうちは今をときめくハイカラの最先端モダン食堂ですからね。熱々のオムレツだって作れちゃうんだから。オムレツくらいうちだって。あら、大小食堂さんがオムレツ？うふふ、サバのかす漬けの間違いじゃなく？確か大小食堂さんの当店の自慢料理でしたよね。流行らないけど。私は伝統の味を大事にしているのよ。そうですよね、伝統は大事です。でもおかげで大小食堂さんは閑古鳥鳴いてますよ。うちは毎日長蛇の列。あなたの店がうちの客を全部奪っていったんじゃないの。奪ってなんていないよ。ただお客様は正直だから、きっともう大小食堂さんに飽きたんじゃないのかな。うちだってあなたの店より美味しいオムレツくらい作れるわよ。そうしたらあなたのお店のお客を全部引っ張ってくるんだから。あら、ずいぶんと自信満々だね。それならちょうどいいわ。勝負しない？どっちが人気のお店になれるかを。勝負？そう、大小食堂さんとうちの店はライバル店。でもこの町小さいから食堂は2つも必要ないんだよね。だからどの道どちらかが潰れるか、ずっと両方とも貧乏なままじゃない。だから人気が出なかった方が撤退するの。撤退？そう、この町から出ていくんだよ。どう？いい案だと思わない？あ、ごめんね、どうせ
して大正食堂さんに勝ち目はないもんね。まさかうちが負けるとでも。よし決まり、勝負するのね。え、いや、まさかそういう意味じゃないなんて言わないよね。当然じゃない。せいぜい今のうちに夜逃げの準備をしておくことね。あ、クローシェ様。焦ってる焦ってる。前からこうなのか。まあ昔から競合しているお店だったんだけど、大正食堂は文明開化に出遅れたっていうか、向こうには頑固頭のオーナーがいるから時代の波には乗れなかったってことね。文明開化。それはともかく、お腹空いてませんか。よければうちのお店へどうぞ。お待たせしました。当店自慢のオムレツとキャベツの千切り定食です。これは美味しそうだな。しかしオムレツとキャベツの千切りってのが微妙にミスマッチだな。そこがいいんですよ。まあとにかく騙されると思って食べてみてください。それじゃあいただくよ。これはうまいな。行列ができるだけのことはある。ああ、最高だよ、このキャベツの千切り。え、キャベツの千切り。ああ、まずかったか。あ、いえ、ありがとうございます。ぜひシェフにもそう言ってあげてください。石川さん、お呼びですか。お客様が美味しいって褒めてくれてるよ。ありがとうございます。石川ジャンヌ、この上ない幸せです。石川さん、お客様にキャベツの千切りのおかわりを差し上げて。かしこまりました。すごい、キャベツの千切りが一瞬にして。またつまらないものを切ってしまいました。石川さんはこんにゃく料理以外なら何でも来いの名シェフなの。こんにゃく以外って微妙だな。ありがとうございました。これお土産のお弁当です。どうぞ。本当に至れり尽くせりだな。確かにあのキャベツの千切りうまかったな。だけどオムレツは案外いまいちだったな。もしかしてキャベツの千切りで行列ができてるのか。もしオムレツで勝負するならまだ望みはあるかもしれないな。そういえばクローシェ様はどこへ行ったんだろう。
こいてってこいだんらランラ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 ンランラン。それじゃあ早速試作をしてみましょう。そうですね、久々の真剣勝負ができる料理、腕が鳴りますね。クローシェ様、頑張ってください。ありがとう。それじゃあ厨房へ行きましょう。おいお前たち、俺に断りもなく何をやってるんだ。大正食堂の新メニューの開発。誰に断ってそんなことやってるんだ。それにそこの石川だったか。お前は確かクビにしたはずだろ。石川さんは私がお願いして戻ってきてもらいました。なんだと。お前俺に喧嘩売ってるのか。まさか。私はただ大正食堂を盛り上げるために自分ができることをしているだけです。勝手なこと言うな。もしこの店の格が下がったら誰が責任取ると思っているんだ。その責任は私が取ります。軽々しく言うんじゃねえ。軽々しくなんて言ってない。私は必ずこの店を行列のできる店にすると、その覚悟で今ここにいます。もちろんいい加減な料理なんて出しません。伝統ある大正食堂の名に恥じない料理を出すつもりです。私、今まではただ自分の意見を通そうとしているだけでした。でもこの間気づかされたのです。ここにいるお客様にオーナーが何を心配しているのか、どうしてダメなのか、オーナーの身になってみればおのずと分かることでした。だから私はオーナーが懸念しているようなことは絶対やりません。でも口でいくら言ってもオーナーは許可なさらないでしょう。だから私はまず作ってみることにしました。もしこのオムレツがダメなら私をどうしてもらっても構いません。ですが大正食堂の名に恥じない美味しさだったらぜひメニューに入れていただきたいのです。お願いします。わかった。そこまで言うならやってみろ。だがな、世の中そんなに甘くない。ダメだった時はすっぱりやめてもらう。もちろん覚悟の上です。いい心がけだ。楽しみに待ってるぜ。クローシェ、かっこよかったですよ。かばってくれてありがとうございます。俺を言うのはまだ早いわよ。さあオムレツを作りましょう。できたわ、大正食堂のふっくらオムレツ。今回はつまらなくないものをたくさん切りました。久しぶりに作りがいがありましたよ。できましたか。ええ、できたわよ。ちょうどいいわ。味見してもらいましょう。ちょっと食べてみて。はい、それではいただきます。うまい。卵のふっくら加減、甘さ、とろみの比率などが絶妙な黄金比で構成されている。本当？ええ、これは素晴らしいです。
まさに伝説のオムレツ。やったわね、石川さん。あなたのおかげよ。私は何もしておりません。ただ与えられた素材でできる最大限をしたまでです。すごい行列ね。想像以上ですね。でもまさか屋台で売るとは思いませんでしたよ。さすがにオーナーの許可なしではお店では売れないわよ。でも今回のことで分かったの。オーナーにダメだと言われ続けて何もできない不幸な自分だと思っていたけど、それは違ったわ。オーナーがダメだと言ったことを理由に自分で自分に甘えていたのね。現にこうしてオーナーが許可しなくてもオムレツを売ったりお店を盛り上げる方法はあったんだもの。こうやって自分にできることをやって、その結果をオーナーに見てもらえばよかったんだわ。クローシェ様、やれやれ、すごい行列ね。神聖モダンテ、ここまでとは予想だにしなかったわ。それにまさか石川さんまで大正食堂に戻っちゃうなんて。悔しいけど今回は私の負けだね。約束通りこの町から撤退するよ。待ってるか。え、あなたやっぱりこの町から出ていくの？私は別にあなたたちが撤退しなくても。ううん、私は残るつもりはないよ。いや、私はここには残れない。それはクローシェ様が一番わかってるはずよ。だって私たちはまだ全然お互いを分かり合ってないもん。ここでは到底無理な話だと思うけどね。でも今回は楽しかったよ。私は別の町でまた洋食屋をやるから、どこかでうっかり見つけちゃった時には何か食べてって。それじゃあバイバイ。あ、ルカ。行ってしまわれましたね。でも今回はこれでいいのですよ。もともとこういう約束だったわけですし。でもそれより今はこの状況を少しでも改善しないと。お客さん待ちすぎの状態になってますよ。そうね。おい、クローシェ！オーナー！この行列は大したもんだな。予想外の結果だ。やるじゃねえか。まさかお前が行動で示してくるとはな。甘く見すぎていたようだ。すみません、オーナー。でも私は自分のやり方でお店を盛り上げてみたかったんです。口でいくら言っても信用してもらえないでしょう。ですから自分でできる範囲でできることをやってみた、それだけです。かっこいいこと言えるようになったじゃねえか。惚れ直した。そのオムレツとやらうちのメニューに入れていいぜ。本当ですか？ああ、あと石川も厨房に戻してやる。ありがとうございます。別に礼を言われるようなことはしてねえよ。お前の行動が俺の心を動かした、それだけのことさ。オーナー、あれはパラダイムシフト。あら、パラダイムシフトしたのね。今回は私の出番ほとんどなかったわね。今回は俺もほとんど何もしなかった。クローシェ様が自力でパラダイムシフトしたようなものさ。そう、でもこれだけは自覚しておきなさい。あなた自身が小さいことと思っていることでも、彼女にとってはとても大きなことだったりすることはよくあること。今回もそれがあってパラダイムシフトは起きているわ。そうなのか。当たり前じゃない。あなたがいなくても解決してるようなことなら
そもそもパラダイムシフト以前にこのこと自体が扱われないわよ。自己解決できる問題は未完了となってコスモスフィアに蓄積されたりしないわ。あなたの及ぼしたその小さな影響が彼女にとってはこれほどまでに大きなことだったのよ。なるほど。気をつけなさい。この世界ではどんなに些細なことでも彼女の人生を左右しかねないことにつながるわ。いい方向だけじゃなく悪い方向にもね。